ヨハンカジミールの長像、ハイベルベルク城、ヨハンカジミール・フォン・プファルツ・ジン・メルンは、プファルツ選定校家の講師、プファルツ・ジン・メルン校。1583年から1592年まで、プファルツ選定校領の摂政を務めた。プファルツ選定校、フリードリヒ3世とその日で、ブランデンブルククルムバッハ編教博、カジミールの娘であるマリーの間に三男として、生まれた。 ヨハン・カジミールは1570年1月6日、ハイベルベルクで、ザクセン選定公、アウグストの娘エリーザベトと結婚した。この結婚は、新生ローマ帝国のルター派諸公の、領主たる、ザクセン選定公と、カルバン派諸公の領主たる、プファルツ選定公の両家を結びつけるための、政略結婚であった。二人の結婚生活は、夫婦間の宗派の違いもあって、うまくいかず、 ヨハンカジミールは妻に自宅謹慎を命じて日中は部屋の外に出るのを禁止した。公爵夫人エリーザベトは死ぬまで監禁されていた。ヨハンカジミールは1571年から10年間カイザースラーテルンに宮廷を置いた。1576年、父の選定公、フリードリヒ3世がプファルツ選定公領をカルバン派両方のままにしておくようにとの遺言を残し、 亡くなった。兄のルートビヒ6世が、先定公くらいとプファルツ先定公領の大半を受け継ぎ、その弟のヨハン・カジミールは、カイザース・ラウテルンと、その付属地域からなる、小規模なプファルツ・ラウテルン公領を与えられた。ところが、ルートビヒ6世は密かに母親によって、ルター派信徒として育てられており、父の意志を無視してルター派教会を支援した。 ザカリアス・ウルシヌスをはじめとする数多くの、神学教授たちが、先帝校の支配下にある、ハイデルベルク大学を去り、ヨハンカジミールが1578年に創立した、コレギウム・カソメリアナムに迎えられた。1576年、ヨハンカジミールは4000の軍勢を引き連れて、宗教内戦で混乱するフランスに攻め入り、ユグノを支援した。この遠征の最中、 ヨハンカジミールは、フランスをアインリ3世から短期間、エタンプ公爵の称号を与えられている。1583年に、兄が亡くなり、老いのフリードリヒ4世が、幼少のため、1592年に亡くなるまで、摂政を務めた。妻エリーザベトとの間に6人の子女を設け、そのうち1人のみが生育した。ありがとうございます。